和解号は中国鉄路高速で運用されている中華人民共和国の高速鉄道車両である。和解号は日本、ドイツ、フランスの各国からの技術移転をもとに中国国内のメーカーでライセンス生産されているが中国政府は自主開発と発表していた。しかし元中国鉄道部科学技術教育市長の州、翌民が中国の独自技術ではないことを暴露したことが 応じられた和解号の大部分は2007年4月18日の第6次鉄道高速化計画に基づいて生産され、営業運転するようになったが、中国国内のすべての高速列車が和解号とは限らない。和解号の最高運転速度は CRH1CRH5CRH6 で時速 200km 以上、CRH2CRH3 で 時速 300km である。それぞれの編成は610から668名の定員で8両編成で構成されている。CRH-1 は、ボンバルディアトランスポーテーションと中国の賃貸を、司法記者車両との合弁企業である、チンタオ司法、ボンバルディア鉄路運輸設備によって、山東省チンタオで製造された。和解号の車両は、国際鉄道連合などが設定した。 国際基準をそれぞれ満たしており、また、重量わずか8.5トンの、高強度アルミニウム合金製の車体を使用している。この、和解号という愛称は、古金東元総書記の和解社会に由来しており、日本語で、調和、ハーモニーを意味する。ありがとうございます。